第47回全国社会人サッカー選手権大会は2011年10月14日から10月19日まで岐阜県で開かれた全国社会人サッカー選手権大会である。本大会は第67回国民体育大会のリハーサル大会も兼ねている。本大会には32チームが参加する。出場枠は以下の通り。優勝。 および準優勝チームには、第35回全国地域、サッカーリーグ決勝大会への出場権が与えられる。ただし、本大会優勝、準優勝チームが、全国地域サッカーリーグ決勝大会に、各地域リーグから選出されている場合は、最大で、本大会4位のチームまで出場権が繰り上げられる。試合は40分ハーフで行われ。 決着しない場合は10分ハーフの延長戦。それでもなお決着しない場合は PK 戦を行う。日田市養老町大垣市北海道社会人、サッカー連盟3チーム、東北社会人、サッカー連盟2チーム、関東社会人、サッカー連盟6チーム、北新越社会人、サッカー連盟2チーム、東海社会人、サッカー連盟4チーム、関西社会人、 サッカー連盟5チーム、中国社会人。サッカー連盟3チーム、四国社会人。サッカー連盟2チーム、九州社会人。サッカー連盟4チーム開催権。チーム1 v チーム2、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 チーム1部位。 チーム1部位、チーム2、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 チーム1部位、チーム2。チーム1部位、チーム2、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 チーム1部位、 チームに、チーム1 v 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 チームに、チーム1部位、チームに、チーム1部位、チームに最終順位は、以下の通り。東京 23FCSC 相模原静岡、藤枝未ブック。 愛媛 FC 島波優勝した東京 23FC に地域決勝出場権が与えられた。なお、2位の SC 相模原は J リーグ加盟を標榜するクラブに対する優遇措置により、3位の静岡、藤枝美ブックは地域リーグ優勝により、それぞれすでに地域決勝出場権を獲得しており、4位の愛媛 FC 島波は、 地域リーグ優勝のチーム事情により、地域決勝出場権を返上しているため、本大会からの地域決勝出場権獲得は1、チームのみとなって、地域決勝に進出する12クラブに満たず、規定により、関西一部リーグ2位のバンディオンセカコガワが、地域決勝出場を決定した。ありがとうございます。